こんにちは、院長です。皆さん特に女の子のワンちゃんや猫ちゃんを飼われてる方、お腹にしこりがあったとか、なんかできものできてるって思ったことないですか？今日は乳腺腫瘍について詳しく説明していきたいと思います。このチャンネルでは他にも詳しく解説しておりますので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。乳腺腫瘍は女の子のワンちゃんの中では一番多い腫瘍で、全体の 35% から 50% が悪性だと言われてます。特に猫では 80% から 90% が悪性だと言われているので、早めに見つけてあげることがすごく大事です。乳腺腫瘍は体の表面にできる腫瘍なので、密にワンちゃんや猫ちゃんとスキンシップを取っていれば必ず見つけられるしこりだと思います。ぜひ動画最後までご視聴ください。まず乳腺腫瘍とはどんなものかなんですけども、文字通り乳腺にしこりができてしまう病気のことです。乳腺は犬の場合だいたい5対ぐらい、猫の場合は4対ぐらい。乳腺っていうのが脇の下から股の付け根ぐらいまで存在してます。ここでも発生してしまう腫瘍なんですね。良性の場合はもちろん緩やかに進行してきて少しずつ大きくなってくるものなんですが、悪性の場合は急速に大きくなってきて、腫瘍の中で内出血したりだとか、最悪皮膚が壊死してしまって皮膚から膿が出てくるようなことも起こります。なおかつ悪性であれば腫瘍の周囲のリンパ管であったり血管からじわ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 浸潤していって、肺であったりとかの遠隔に転移してしまうこともある病気です。もちろん肺に転移すると当然治すこともできないので、しこりがどんどん大きくなってきて胸に水が溜まってしまったりだとか、呼吸困難を最終的に呈してくることが多いです。また悪性の乳腺腫瘍の中で特に怖いのが炎症性乳がんと言われるものです。この炎症性乳がんっていうのは予後がとても悪いと言われています。患部に強く発熱だったりだとか痛みを伴ってしまいます。通常の乳腺腫瘍よりはどん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 早く進行してしまうので、疑わしいな、危ういなと思った場合に即座に治療する必要性があります。ただこんな怖い乳腺腫瘍、実は予防できるんですね。しっかり乳腺腫瘍は予防が可能な数少ないがんの一つでして、初めての発情前に避妊手術を実施することによって乳腺腫瘍の発生率は大幅に下げることができます。例えば避妊手術をしていない女の子のワンちゃんでは4頭2頭つまり 25% も乳腺腫瘍が発生する可能性はあるんですが、初回発情前に避妊手術をしてしまえばその乳腺腫瘍になる確率は200頭に1頭と言われるほどかなり少なくなります。猫ちゃんも同様に初回発情より前に避妊手術をしてあげることによって80から90% もの乳腺腫瘍の発症を防げると報告されていますので、ワンちゃんも猫ちゃんも子供を産ませるつもりがなければ避妊手術を実施するっていうことはとても重要な予防法になってくると思います。次に乳腺腫瘍の診断についてです。ご自身でしこりを見つけてしこりがあるんですって連れてきてもらう方もいれば、健康診断で身体検査、体を触らせてもらっている時に、あ、乳腺にしこりがあるなって見つけることも多いです。特に避妊してないワンちゃんであれば僕ら気をつけて触っていきます。乳腺に関わらず体表、体の表面にしこりを見つけた場合は針をついて細胞を取ってくる細胞診をしたり、周囲のリンパ節に転移がないかを調べるためにエコー検査をしてリンパ節の腫れがないか、ないしはリンパ節に針を刺して細胞の異常がないかを確認するような検査も実施しますが、乳腺腫瘍の場合は細胞診だけでは良性や悪性が判断つかないことも多いため、積極的に切除を実施して取ってきた細胞を病理検査、細胞検査することによって良性か悪性か判断しにかかることも多いです。もちろん手術に至るまでには他に問題がないかどうか、この腫瘍が変異をすでに起こしてないかどうかを調べるために胸部のレントゲンを取ったりとか、お腹のエコーの検査をしてすでに腫瘍の転移病巣がないかどうかを探した上でその先の処置に進んでいきます。なので診断としては肉眼的に見る視診や触って確かめる触診が一番重要になっていきますし、その診断をより乳腺腫瘍だねというふうに近づけるためには針を刺して細胞を取ってくる検査を実施することもあります。次に治療法ですが、治療法は先ほどお話ししたようにやはり外科的に摘出することがメインになります。事前の検査ですでに転移がないよ、もしくは転移が疑わしくないと判断された場合は当然外科的に摘出するっていうことが最優先になっていきますので、乳腺の腫瘍の周囲を乳房ごと丸ごと切除して摘出した臓器を病理検査、細胞の検査ですね、見回して良性か悪性か、転移が起こってないか、周囲の組織からちゃんと取り切れてるかどうかっていうことを確かめてもらいます。ただ
もうすでに転移が起こってしまっていたりだとか、炎症性乳がんって言われる腫瘍で結果的に対応できないような病気であれば、当然緩和治療が適用になってくると思います。完治はなかなか望めないために、痛みであったりだとか食欲がないであったりだとか呼吸が苦しいってことをいかに軽減してあげれるかどうかを患者さんとお話ししながら治療していきます。ただもうすでに転移が起こっていたとして、もう腫瘍が潰れてしまって膿が出てしまっていたりだとか、本人がすごく痛くっていう時は、転移があれども一時的な症状の緩和のために腫瘍を摘出するっていうこともありますので、そのあたりは患者さんとよく相談して、何が一番その子にとって大事かどうか、残りの寿命を楽に暮らせるかどうかはよく相談して決めていくことになります。次に治療、今回であれば手術後の経過についてですが、良性の乳腺腫瘍であれば手術によって根治が可能です。ただ残念ながら悪性腫瘍の場合は、腫瘍のサイズや遠隔転移があるかどうか、このステージによって予後が大きく異なってきます。特に乳腺腫瘍ではサイズ、大きさというものは一つ指標になっていて、直径3センチ未満のものであれば比較的予後がいいとも報告されています。猫も同様に腫瘍が小さくて広範囲に切除がしっかりできていれば良好な予後が確保されます。最後に今日の乳腺腫瘍のまとめです。乳腺腫瘍は乳腺にできるしこりのことで、脇の下から股の根元まで存在しますので、このどこかにしこりができてくれば乳腺腫瘍を疑っていきます。スキンシップを兼ねてよくお腹を触っていただくことが大事になります。初めての発情前に避妊手術を実施することによって、乳腺腫瘍の発生率は大幅に下げることができます。診断は肉眼的に見る視診と触る触診が大事になりますが、腫瘍かどうか判断するために針を刺して細胞を取ってくる細胞診の検査を実施することもあります。治療は基本的には外科手術一択になりますが、悪性腫瘍でもすでに転移がある場合は緩和治療、疼痛、痛みであったりだとか食欲不振の緩和治療がメインになっていきます。最後に治療の経過についてですが、早期に摘出する、なおかつ、転移なく早期に摘出することができれば、良性腫瘍でも悪性腫瘍でも予後は一般的な寿命が全うできます。はい、今回は乳腺治療について詳しく解説してきました。個人的にはやはり高齢になってきて会員すら気づかない中で、健康診断であったりだとかワクチンや予防に来られる際に身体検査で乳腺にしこりを見つけるねっていうケースとても多いです。それこそ数年前、10年前と比較して避妊手術を選択されるって方が増えてきてはいるので、当然乳腺腫瘍が予防できてきている病気の一つではあるんですが、とはいえ腫瘍の一つではありますので、繁殖、子供を産ませるつもりがもしないのであれば、重要な観点からも早期に避妊手術を実施されることを動物病院としてはお勧めします。もうすでにもうとても腫瘍が大きくなって潰れてしまって、もう匂いもするし、すごく動物痛がるんですっていう子も何人も見てきたので、しこりを見つけたら早めに動物病院に相談されることがとても大事だと思います。何事にも早期発見、早期治療が重要だということですね。この動画がいいねと思った人はグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。Bye.